ということで中に戻ってまいりました。いやもうね、日本語めちゃくちゃ書いてあるから楽ね。この辺は、まあ、あれだね、両替できるのこれでね、もうバッチリだね、本当に。なんか ATM ないのね、銀行あるけど ATM ないね。 ATM で崩そうと思ったんだけど、崩すっていうか両替しようかなと思ったんだけどないなあ。こっちはもうあれか、ドメスティックアライブも来てるのか。じゃあ戻るか。空港の中やっぱ日本みたいだね、やっぱり。なんかあんまり、またあれだな、海外来た感ゼロだな。やっぱりあれね、漢字で書いてあるから楽ね。別に銀行のレートも悪くないって聞いてるから1万円分くらい崩していこうかな。今 ATM で1万円分、そして銀行の方で5000円分が合わせて1万5000円ちょっと両替してみたんですけど、やっぱね円安ですね、やっぱりね。ここもねそんなにねお得な感じは全くなかったですね。 ATM だといくらだっけな、2000台湾ニュードルっていうんですか、それでだいたいね9900円ぐらい取られてますけど、結構高いですね。で今あそこ後ろにあるね両替所で両替したらいくらだっけな、5000円を両替したら1000ちょいで戻ってきたんで、多分ね銀行の方がレートいいような気がします。ちょっともたない落ちちゃったかな。 あんま変わんないか、あんま変わんないぐらいかな。そうだね、あんま変わんないね。うん、まあ、なので ATM も空港の両替所もそんなにねレートの差はなさそうですね。まあ、とかくね円安っていうのがね一番ダメなんじゃないかなと思います。それじゃあね今から町のね方に向かいたいと思います。今から地下鉄で移動するんですけども、あちらのですね出口からですね出てですね、ほんとまっすぐ出ていくと、はい、こちらにですねソンシャンエアポートステーションというのが出てくるので、この地下鉄に乗ってですね街中に出たいと思います。でここのね下のね改札のところかなんかにチケットセンターみたいなのがあるらしいので、まあ、そこでヨーヨーカードっていうね IC カードを買いたいと思います。しかし雨強いね。台湾はどっち方式なの、東京方式なのかな、大阪方式なのかな、見てもらったことってか分かんねえんだよな。あでもなんか雨降ってるっていうのもあるんですけど、なんか真夏っていう感じじゃなくてパーカー一丁羽織ってちょうどいいぐらいなので、割と気候的にはいいかもしれないです。まあ明日30度超えるらしいんですけど、今日はどうも最高気温26度ぐらいらしいので、なんかなかなかね快適なんじゃないでしょうか。いやーあれだな、日本だな、ここまではマジでねえ。ジャカルタ行った時はもう海外来たぜって感じだったんだけど、これ下か、どっちだ、なんか右っぽいんだよな。レコー券売機で、あそこか、今あそこにちょっと見えてるかもしれないですけど、あそこでヨーヨーカード買えるっぽいので、ちょっとねクレジットカード変えてチャージもカード使ってできるかどうか確認したいと思います。はい、もうね、はい、おっ、Can I have a ヨーヨーカー No money inside? Can I top up here?Yeah. And pay by a credit card, okay? How much? The 500. Okay. Yep. $600. Yep. Only cash, sorry. Only cash? No credit card. Okay. $600. じゃあね、こいつでもう業用カードに変えるっぽいです。で、あそこね、カードは全部無理でしたね。
現金じゃないってダメって言われたんだけど、なんかの情報間違ってたんだな。まあとりあえず乗りましょう。500ドルね入れたんだけど、お入ってる入ってる。僕が乗る方はね、多分こっちですね。なんか動物園行き乗って、それで2つ目の駅かな、確か。この南京腹筋っていうところで僕降りて、あのグリーンの電車に乗り換えですか。久しぶりになんか中華圏来たけど楽だな、やっぱり英語を見てるよりも漢字で書いてあるから楽だな、全然わかるもんな。はい、乗り換えの駅に到着しました。私このねグリーンラインに乗って、ちょっとホテルの最寄りまでね行きたいと思います。なんだここまで中途半端に日本語使えてるから、なんかやっぱ海外来た感ないのと、ちょっとガードが下がってるな、まだもっと緊張感持ってね歩かないとねいけないんですけど、なんかみんなの後ついてってるけど大丈夫かな。ここはあれなのね、Sが見えんだ。なんか面白い構造だな、なんかよくわかんねえな。で、ここが出口なんだけども、あ、なるほどね。なんかこんなような東京メトロっぽいね、なんかね、乗り換えが北側からしか乗り換えできないんだ。あれ見てえだな、都営浅草線の日本橋駅見てえだな。今日土曜日なんだけど、台湾の人なんかあれだね、朝早いね、やっぱ中華圏の人って朝から頑張るなんか、ね、活発に動いてる印象ありますけど、まあ、ここは台湾もやっぱりそんな感じですね。深いな、大江戸線みたい。なんかシンガポールの地下鉄思い出すな。歩くな、歩くし、またさらに深いとこ行くのね。そして私がですね、降りる駅、北門中駅なんですけど、どっちだろう、こっちかな、違うような気がするな。やっぱり例によって例のことはやっぱ逆でしたね。でこっちが松山駅って言ったかな、こっちが何駅なんだろう。こちらですね、最寄りのホテルの最寄りベイメンの方に、ね、到着いたしました。はい、今ね改札の方に出てきたんですけど、どっち出れるんだろうな、分かんねえな。とりあえず Google マップの方枠はこっちの方だったんで、とりあえずこっちに行ってみましょう。175ドルってことは4かけるから100円くらいか。まあそんなもんか、言うほど高くもなく言うほど安くもないって感じかな。いやただ歩くな、またここで何分岐すんの、出口もう違うね、出口が分岐するんじゃなくて台北地下街っていうのか、こっちだと。なるほど、なるほどね。でも一回出ちゃおう、台湾エアポート。あ、なるほどね、こっち行くと桃園国際空港に行く電車に乗れるんだ。おお、土砂降りだの、傘はあるからいいんだけどね。まず一旦とりあえずあれだね、もうやっぱり荷物は置いてきた方が良さそうだな。まあ、なので
ね、ここまでは順調に来ておりますので、まず次はですねホテルの方に向かいたいと思います。で今ちょうど時間がね12時なんで、ホテル荷物を置いたらもうそのままねお昼ご飯食べに行っちゃった方がいいかもしれないですね。いや今日はねなかなか順調ですね。ここまでジャカルタの時は悩みましたけどね、いろいろね。あ、と思ったらよ、お、上がってきたかもしれない。さて、ついでに渡ってしまえ、あと8秒3、2、1、それ、あ、なんか東南アジアと違ってちゃんと待っててくれてよかったわ、タクシーの人たち。しかしだ、まんま日本だな。街を回るのかな、台湾。この辺は香港の街並みをちょっと綺麗にしてる感じかな。宿はどこかっつーと、あ、あれか、あった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 、あそこの黒い看板のところですね。意外と近いな、あちらのシティスイーツというところですね、が今日のお宿になります。駅から近くて便利ですね。ここは向こうに渡らの行かんのね。あ、じゃあ信号のところまでまた戻るしかないな。スイーツさんの方でまず荷物を下ろしてきました。ちょっとね傘持たなきゃいけないとちょっと邪魔くさいんですけど、まあ致し方ないですね本当ね。まあ降ったり止んだりっていう感じで、なんか夜ぐらいからなんかね上がるような予報も出てたので、まあ、あと僕のねアクンと今日にかけたいと思います。ちなみにここのホテルのですね今の受付のレセプションの方なんですけども、一応僕の国籍とか確認して、あーいらっしゃいませっていきなり日本に切り替わってですね、もう頭大混乱ですね。もうなんかこう台湾があれですね、日本人にね人気があるっていうかよくわかりますね。これだいたい日本語でいけるのでよくわかりました、だいたいね。あとあれみたいですね、この近くに孤独のグルメのロケ地があるらしくて、じゃあちょっとね僕もそれ知らなかったんですけど、今言われてみりゃあーってのがあって、僕も孤独のグルメ大好きなんで、ちょっとそっちの方でフラフラしてみたいと思います。今日はあれかな、ゴロちゃんになりきっていろいろお店探してもいいかもしれないですね。それじゃあ早速ね行きたいと思います。